負ける気しないぜ。この辺りで少し休んでいこうか。ああ、そうだな。それより今回は無事に獣を倒せたな。ロニエとティーゼもよく動けていたと思う。本当ですか？ああ、二人だけでもやれたんじゃないか。さすがにそれは無理ですよ。そういえば出発の前に聞いてほしい話があるって言っていなかった？そうでした。ユージオ先輩、キリト先輩、実はお二人に一つお願いがあるんです。お願い？何かな？大変申し上げにくいことなんですが、そのずっと前にユージオ先輩がおっしゃっていた指導生の変更申請に関して学院管理部にお口添えいただきたく。それは僕のそば好きをやめたいということ？それともキリトも、もしかして両方？違います。私たちじゃないです。そんなとんでもないです。お二人のそば好きはむしろ変わってほしいって子がいっぱいいて、いや、そうじゃなくて、変更をお願いしたいのは寮で同室の子なんです。フレニーカって名前で、真面目で一生懸命で剣が強いのに控えめな、とってもいい子なんですが、実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修剣士殿がかなり厳しい方らしいのです。特にここ数日、ちょっとした粗相にも長時間の懲罰を課されたり、学院内では少々不適切と思えるようなお世話を追いつけになったりされるようで、フレニーカが辛そうで。フレニーカの指導生の名前は？あの、ウンデール・チーゼック、自責上級修剣士殿です。あいつ、ユージオに返り討ち食らったくせにまだそんな陰湿な真似してるのか。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。でも、もしかしたらそのせいで。つまりジーゼック上級修剣士殿はユージオ先輩と
立ち合いで引き分けたことの、腹いせって言いましたっけ、そういうの。そう、それです。勝てなかった腹いせにフレニーカに懲罰権を行使されたり、屈辱的な御用をお命じになられていると、そういうことですか。私には分かりません。私のお父様は言ってました。私たちが特権を持ち贅沢な暮らしを送ることを当たり前と思ってはいけない。貴族であるということは、そうでない人たちが楽しく平和に暮らせるよう力を尽くし、そしていつか戦が起きた時は、貴族でない人たちより先に剣を取り、先に死ななければならないということなんだと。ジーゼック家は四区に大きな屋敷を構えて、セントリア郊外には資料地だって持っている名家です。ならばジーゼック上級集権士殿は、下級貴族よりももっと人々のために尽くさなければならないのではないですか。たとえ禁忌目録に記されていなくとも、貴族ならば自分の行いが誰かを不幸にしていないか常に考えねばならないと、お父様は言いました。ジーゼック上級集権士殿の行いは、確かに禁忌にも学園則にも触れていないかもしれませんが、でもフレニーカは昨夜ベッドでずっと泣いてました。なんでそんなことが許されるのでしょう。素晴らしいお父さんだな。一度お会いしてみたいよ。いくら上級集権しても、学院則に定められた範囲外の仕事を蕎麦好き連士に命じたりはできないんじゃ。はい、それは違反にならずとも、その女子生徒としては少々受任しがたいご命令をいろいろと。いや、それ以上言わなくても、そのフレニーカってこの状況は分かったよ。すぐにでも協力しよう。確か蕎麦好き初等連士の指名を解除するには、教官だけじゃなくてその集権士本人の承認がいるはずだよ。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。この場合、その誰かというのは。ああ、僕らの役目だろうね。あの、私キリト先輩のおっしゃったこと少しだけ分かった気がします。禁忌目録には書いてないけど、大切な精神、それってつまり自分の中の正義ってことですよね。法をただ守るんじゃなくて、なんでその法があるのか、正義に照らして考える、従うよりも考えることが大切なのかなって。うん、その通りだ、ロニエ。考えることは人間の一番強い力だ。どんな名剣、どんな非容疑よりも強いな。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだ。さあ、そろそろ戻ろう。ウンベールのことに関しては俺と友情に任せてくれ。はい、ありがとうございます。とはいえ、ウンベールの件
何か考えがあるのかい？まあ、俺たちが下級生をいじめるのはやめろって言っても、素直にやめるやつじゃないのは確かだよな。しかしな。しかし、なんだよ。ウンベールはともかく、ライオスは闇で陰険だけど、バカじゃないよな。神聖術や法学、歴史の成績もいい。そんなライオスが、ウンベールが蕎麦つき練習にきつく当たるのを黙って見ているのは変じゃないか。正式な懲罰はなくても、悪い噂くらいは立つだろうし。そん時は同室のライオスも評判を下げる。自尊心の塊みたいなあいつなら、懲罰と同じくらい嫌がりそうだけどな。ライオスにもお手上げなくらい、ウンベールが不機嫌だってことなんじゃないか。その原因が僕との立ち合いなら、どうしたって僕が一言言ってやらないと。だからさ、そこだよ。もしかしたらこれはユージを狙った手の込んだ罠なんじゃないのか。まさかそんなことはありえないだろうけど、とりあえず口頭で注意だけしてみよう。それでも聞き入れないようなら、管理部にフレニーカの配置替えを要請しよう。ああ、そうだな。よし、まずは僕が喋るからね。キリトはしばらく後ろで怖い顔だけしててくれ。任せろ、それなら得意だ。それじゃあ。ユージオ集権士とキリト集権士です。ジーゼック集権士に少々お話が。事前に伺いも立てず押しかけるとは無礼な。まずは書状にて面会の許しを求めるのが筋であろう。よいよい、同じ学者にてたくまする者同士ではないか。お通ししたまえ、ウンベール。ライオス殿のご厚情に感謝するのだぞ。それで我が友ユージオ集権士におかれては、安息日の夕刻に一体どのようなご用かな。ジーゼック殿がご自身の蕎麦つき練習に対して卑しき行いに及んでおられるとの話を聞いたのです。心当たりがおありでしょう。無礼であろう。加盟も持たぬ辺境の開拓民風情が、四刀尺家長子たるこの俺にことをあろうに卑しいなどと。まあそう生きり立つな、ウンベール。生まれは違おうとも、今は屋根を同じくして学ぶ者同士。何を言われようとも逸礼と責めることはできまいよ。とはいえ、それが根も葉もない抽象ということになればまた別の話ではあるが、一体どこでその珍妙な噂を。互いに無意な時間を過ごしたくはないはずです。とぼけるのはなしにしましょう。ジーゼック殿のそば好きと同室の初等連士たちから直接話を聞いたのです。ほう、それはつまりこういうことかな。ウンベールのそば好きが自らの意思で公式に同室の初等練習を通じてユージオ殿に抗議を依頼したと。いや、そうではありませんが。ならばウンベール殿がそば好き練習に逸脱した行いに及んでおられることを否定なさるのですね。ふん、逸脱、なんとも奇妙な言葉だな、ユージオ殿。もっとわかりやすく、学院則違反と言ったらどうかね。ですが、学院則で禁じられていなくとも、上級集権士としてすべきではないこともあるでしょう。ほほう、それではユージオ殿は一体このウンベールがフレニーカに何をしたと申されるのかな。それは。やれやれ、さすがに付き合いきれなくなってきましたぞ。どうなんだ、ウンベール、身に覚えはあるのかね。とんでもない。何を言われているのかさっぱり思い当たりませんな。元より俺、いや私は
何一つフレニーカに卑しい行いなどしていませんぞ。なぜならあの娘はただの一度も嫌だと言ったことがありませんのでね。まあいくつか他愛ない世話を命じはしましたがね、ユージオ殿と引き分けて以来私も心を入れ替えて鍛錬に打ち込んでおりまして、これまで醜い筋肉がつくような稽古を控えていたせいもあって全身が痛くて仕方ない。そこでやむなくフレニーカには眉夕の弱みの折に体を揉みほぐしてもらったまでのこと。その上制服が濡れては困ろうとフレニーカにも下着姿になることを許す寛大さですぞ。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解に苦しみますな。ウンベール殿、そのような命令が許されるとお思いなのですか？何がおかしいのですか、ライオス殿？いいえ、ユージオ殿もそばつき時代毎夜あのクマいや、ゴルゴロッソ殿に服を脱がされていたと聞くではないですか。何を、あれは先輩に筋肉のつき方を確認していただいていただけでいかがわしい意味などありません。ならばウンベールも咎められまいな。状況は違えどそば好きへの思いやりゆえの行為には違いない。その通り、自分は好き好んで裸になっておきながら棚上げは良くないですな、ユージオ殿。私のことは今は関係ありますまい。フレニーカー命令に抗いはせずとも日々耐え難い思いをしている。それをあなたは理解できないようだ。ウンベール殿、そのような命令今後改善が見られないようなら教官に調査を頼むことも考えなければならないので、どうぞそのおつもりで。ご自由にされるがよかろう。ひとまず落ち着けよユジオ。はあ、しかし意外だったよ。僕より先にお前の方が暴発すると思ってた。剣があったら危なかったな。ただ前に言った通り何か裏があるんじゃないかと思って我慢して様子を見てた。そういえばそんなこと言ってたね。すっかり忘れてたよ。でどう思った？ウンベールはともかく、ライオスの奴は意図的にユージを挑発してたな。つまりライオスがウンベールの行いを放置していたのは僕が抗議に来るのを見越してのことだったのか。とにかくユージを言いくるめたことであいつらもひとまずは満足しただろう。今後もフレニーカが恥ずかしめられることがあればすぐに教官に調査を要請できるよう書状だけは揃えておこうぜ。うん、そうだね。それじゃあ早く部屋に戻ろう。なあユージオ。なんだい？俺のいないとこでまた連中に何か言われてもさっきみたいに熱くならないように気をつけろよ。わかってるよ。ステイクールだろ。次の日、ユージオ上級集権士とのご報告します。本日の掃除完了しました。はい、ご苦労様。いつもありがとう。いえそんな、これがそば付きの仕事ですから。悪いんだけどちょっと話をさせてもらっていいかな？はい。フレニーカの件、昨日ウンベールに抗議しておいたよ。
あいつもこれ以上大ごとにはしたくないだろうから、もう逸脱した命令は出さないと思う。近いうちきちんと謝罪もさせるようにするから。そうですか、よかった、ありがとうございます。フレニーカも喜ぶと思います。前にも話したけど、今回の件は僕がウンベールと立ち会ったことがそもそもの原因なんだ。フレニーカを恥ずかしめて僕が抗議に来るのも、何もかも含めて全部彼らの策略だった。抗議に来た僕にあわよくば逸礼行為で懲罰を科す予定でね。だからフレニーカは僕とウンベールたちの確執の巻き添えになってしまったんだ。一度僕からもちゃんと彼女に謝りたいんだけど、機会を作ってもらえるかな。そうですか。ユージオ先輩の責任ではありません。フレニーカには先輩のお言葉だけ伝えておきます。そうか、ありがとう。本当に彼女には悪いことをしたよ。いいえ、悪いのはジーゼック上級集権したのです。ユージオ先輩を罠にかけようとしたならなおさら。それに今回だけでなく、フレニーカはこれまでも何度もジーゼック上級集権したのからひどいことをされていたようです。でも彼女はジーゼック上級集権士殿の不況を買うことが怖くて、声に出してそれを言うことができなかったみたいで、ジーゼック上級集権士殿の不況を買えば彼女の家や両親の天職にまで影響が及ぶ、そう思ったと。そうだったんだね。ユージオ先輩、私一生懸命考えてみました。ジーゼック上級集権士殿はどうしてひどいことをするんだろう。フレニーカが憎いわけでも恨みがあるわけでもないのに、どうしてそんなことができるんだろうって。キリト先輩は貴族は誇りを持たなきゃいけないっておっしゃいました。でもジーゼック上級集権士殿みたいな方が誇りを持っているとは思いません。本当の誇りは階級の中にはなく、正しいことをして誰かを守ろうとする心の中にあるんですね。ティーゼ、私強くなります。ユージオ先輩のように正しいこと、言わなきゃいけないことをきちんと言えるくらい強く。ああ、僕も強くなるよ。誇りを持って誰かを守ることができるように。今日俺とユージオはロニエとティーゼも連れて課外授業に参加する予定だ。ロニエたち今日は遅いな、まだ来ないなんて。二人とも課外授業には積極的だし、準備に時間かかってるんじゃない？まあそうかもな。待ち合わせの時間までもう少しだろうし、このままここ出ますか。うん、そうだね。あ、そうだキリト、今週の掲示板は見た？いや、見てない。面白いことでも載ってたのか？四帝国統一大会の結果が載ってたんだよ。優勝は一等爵家ウールスブルグ家の出身者だってさ。まったく全然興味ないな。今年の優勝者なんかより俺たちが参加する大会出場者の方を気にするべきだと思うぜ。それはそうだけどさ。分かった、話題を変えるよ。そうしてくれ。じゃあその件の目、いい加減決めたのかい？んや、まだ。早いとこ決めなよ。いつまでも黒いやつじゃ剣がかわいそうだろ。俺の暮らしてたとこじゃ剣の名前ってのは最初からついてたんだような気がするな。なあユージオ、
この鐘の音って。うん、もう待ち合わせの時間みたいだね。遅いな、ロニエたち。確かに、ティーゼとロニエが約束の時間に遅れるなんてことこれまでに一度もないね。嫌な感じがするな。ちょっと初等練習量まで行ってくるよ。ユージはここで二人を待っててくれ。おいキリト。まったく。でもキリトが心配するのも無理はないかもしれないな。どちらかならまだしも連絡せずに二人ともなんて。あの、よかった、心配した。ユージを上級修験士殿でしょうか。うん。君は。私はフレニーカ・シェスキ初等練士です。ご面会の約束もなしにお尋ねして申し訳ありません。でも私どうしていいのかわからなくて。君はフレニーカか。ユージオ修験士殿にはこの度私とジーゼック殿のことでご尽力を賜りまして心より感謝しております。あれ以来ウンベールから何か嫌なことはされていないかい。それがジーゼック殿は本日の夜間に私にそのこの場では少々説明の難しいご奉仕を命じておられまして、私このようなご命令が続くくらいならいっそ学院を辞めようと思って、そうティーゼとロニエに打ち明けたのですが、二人は直接ジーゼック殿に嘆願すると言って寮を出て行って。なんだって。でも待っていても二人が戻らないので私どうしていいのか。わかった、僕が様子を見てくるから君はここで待ってて、それでキリトが戻ってきたらウンベールたちの部屋に来るよう言ってくれないか。はい、わかりました。最初からそれが目的だったのか。僕じゃなくティーゼたちを。とにかくウンベールの部屋急ごう。ずいぶん遅いお出ましだな、ユージオ上級修験士殿。さあさあ、どうぞ入ってくれ。ティーズ、ロニア、一体どういうことです。ダイオス殿、なぜ僕とキリトのそばつきがのような扱いを。これはやむを得ない処置なのだよ、ユージオ殿。シュトリーメン初等練士とアラベル初等練士は今宵この部屋を事前の面会伺いもなく訪れ、その上我らに甚だしい非礼を働いたのだ。非礼とは。あの下級貴族の娘どもは四等爵士の私がそば好きを理由なく虐げ、欲望を満たしているなどと言った。さらにあの二人は同室の私にも責任があると主張し、あまつさえ貴族の誇りはないのですかとまで言うと。いかに私とライオス殿が寛大でも、これほどの逸礼行為はさすがに見過ごせなくてな。しかし少女を縛り上げるなどあまりにひどい。これは傑作ですな。ユージオ修験士殿はこの程度のことが我らの採決だと思っておられるようですぞ。いややめろ！動くな平民！
これは帝国基本法及び禁忌目録にのっとった正当厳粛なる貴族の裁決である。そして裁決権の妨害もまた重大な違反行為だ。そこから一歩でも動いたらお前は法を破った罪人となるのだ。いや体が動かない。そして幹目がうずくように痛む。そう、これはあの時感じた痛み。あの時もそうだった。僕はまた繰り返すのか。くらいで天命がなくなりはしないと何かの本でも読んだぞ。その絹紐でも巻いて血を止めておけ。それより見たか、ウンベール、お前の腕を切り飛ばしたのはそこの田舎者の剣だぞ。素晴らしい。こんなここまでの禁忌を犯す人間を私は初めて見た。貴族採血権の対象下級貴族と私領地民だけだが、禁忌を犯した滞在人とあらばその限りではない。この私とても実験で人の首を落とすのは初めてだ。いや、父上や叔父上さん、そこまでしたことはあるまい。これで私はさらに強くなる。有事を集権し、ひや滞在人ユージオ、三刀尺子嫡男たるこのライオス・アンティノスが汝を貴族採血権により処刑する。天命の全てを神に捧げ、その罪を償うがいい。キビッと剣を引け、ライオス。お前にユージオは傷つけさせない。ようやくのお出ましか、キリト修験士。しかし少々遅すぎだぞ。そこの田舎者はもはやこの学院の生徒でも、それどころか帝国の臣民でもない。禁忌目録に背いた滞在人だ。ならば私、この三刀尺家長子にして首席上級修験士たるライオス・アンティノスにはその罪を裁決する権利がある。お前こそ下がってそこで見ていろ。いつぞやの花のようにこの罪人の首が落ちる様をな。禁忌だの貴族の権利だの知ったことか。遊女は俺の親友だ。そしてお前は闇の国のゴブリンに戻るクズ野郎だ。なんともこれは驚いた。辺境の田舎者同士仲良く大逆の罪を犯してくれるとはな。これで私はお前たちを揃って処分できるわけ。という良き日か。これぞステイシア神の導きというものだ。来いライオス、積もり積もった借りまとめて返せ。
私の腕が血が出ている。ウンベール血を、私の血を止めろ。お前の紐を解いて私の傷口を縛れ。やだ、これを解いたら俺の天命が減る。その命令は禁忌目録違反だ。なんだと、ウンベール貴様。だが私の血が、ウンベール、お前禁忌、しかし天命が。一体何が。自分の命と禁忌目録、ライオスはどちらかを選ばなければいけない状況に立たされてるんだ。自尊心の塊である彼にとって自分の命は何より大事だろう。だが同時に絶対の法である禁忌目録に反することもできない。禁忌全滅、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 禁忌全滅。違うよ、ティーゼのせいじゃない。僕が、僕の考えが足りなかったからだ。ティーゼには何の責任もない。でもいいんだ、ティーゼとロニエが無事だったんだから。僕の方こそ謝らなきゃ。ごめん、怖い思いをさせてしまって。ウンベールは言っていた、人殺し、化け物って。その通りだ、キリト。僕はお前は人間だ、ユージオ。俺と同じ、いくつも間違いを犯してはその意味を探してあがき続ける人間なんだ。次の日、ユージオ、もう目は大丈夫か。うん、ちゃんと見えるよ。寮館のアズリカ先生が直してくれたおかげでね。よかった、アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね、禁忌目録に背いた罪人なのに先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。それに気になることも言っていたよな。もしかしてあのことかい。ああ、あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということは。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった、そう言っていたね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはりそれがこの世界の人々を禁忌目録に縛り付けている。そして友情はロニエとティーゼを救うために法に背き封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、
なぜそんな封印を用意する必要があるんだ。キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのに。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時、きっと何かが起きる、そう言ってただろ。俺たちはこれからその塔、セントラルカセドラルに連行される。目指していた場所に予定より早く行くことになったんだ。きっとアリスにも会える。うん、そうだね。キリト、ユージオ、氷協会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖号騎士なのかな。会ってみりゃわかるさ。北セントリア帝立修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。セントリア地域統括、氷協会聖号騎士、アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、ユージは。言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで打ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、上級修験士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん、ならこの場は指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば、少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級修験士ユージオ、上級修験士キリト、そなたらを近畿上皇帝職の咎により捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣をお返しする許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとうロニエ。時間です、離れなさい。
キリト、アリス、ねえ、どこに行ったの？隠れてないで、一緒に遊ぼうよ。もう、早く出てきてよ。怒ったりなんて。